おはるはるはるです。今日は浴衣のヘア&メイク、参考にしていただけたら嬉しいです。まずはスキンケアをしっかりしてメイクからやっていきます。それではレッツゴー。まずは日焼け止め、RMK UV フェイスプロテクター 50SPF50+PA++++ を塗っていきます。全顔にたっぷり塗っていきます。お次は RMK メイクアップベースを塗っていきます。こちらのメイクアップベースは伸びがとってもいいので、このくらいの量で大丈夫です。こちらも全顔にしっかり塗っていくのですが、毛穴が目立ちやすいところは特に入念に塗っていきます。消えろ消えろ毛穴よ、漏れなく花よ高くなれ。お次は RMK リクイドファンデーション101番を塗っていきます。こちらも伸びがいいのでワンプッシュで大丈夫。なんとなくおでこ、鼻、顎と点置きをしてみて、頬にドカンと塗って中心を攻めていきます。いい感じになったら中心から外へ広げていきます。指に残ったファンデでまぶたにも軽く塗っておきます。お次はチャコットのクレヨンコンシーラーライトオークルを使っていきます。まずは目の下のベアを消していきます。こちらは全く厚塗り感が出ないので、容赦なく夏の大三角形を描いていきます。そんでもって唇の下のいらないくすみを飛ばしながら、顎にも夏の大三角形を描いていきます。ではトン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 ひののにトン、トン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 ひののにトン押しながらなじませていきます。目の下のベアには縦にトントンするのがおすすめです。お次は 24H コスメのミネラル UV コンシーラーライトナチュラルを使っていきます。2色を混ぜてニキビ跡や鼻周りの赤みを消していきます。今日も綺麗に消してくれてありがたや。お次はポール&ジョーのジェルブラッシュ03番を塗っていきます。中は練りチークよりももっと軽めなジェルが固まったようなチークになっていて、指にとって塗っていきます。今回は浴衣メイクで大人っぽく仕上げたいので、頬の真ん中あたりからこめかみに向かって斜めに入れていきます。アイシャドウとリップの色を引き立たせたいので、チークは薄めに入れていきます。お次は幼児やミニフェイスパウダー UV キララの色を塗っていきます。パフに粉を取ってなじませていきます。つけすぎ注意でございます。細かくしっかりポンポンしてベースメイクを定着させていきます。こちらのパウダーは薄いピンク色のようなお色味で、さりげないパールが入っているので、お肌をすごく綺麗に見せてくれます。お次はルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクト01番を使っていきます。毛並みを整えてから真ん中の色を取って眉毛を描いていきます。和風美人な感じにしたいので、いつもよりもほんのちょっとだけ長く描いていいんじゃないかなと思います。続いて左から2番目の薄めの茶色を取ってプチ整形していきます。眉頭の下に夏の大三角形を描いていきます。そうしましたら薬指でぼかしていきます。上からさらに下まで伸ばしていき、形を整えていきます。お次はピコモンテ PE アイブロウマスカラ04番を塗っていきます。こちらはプチプラなのに地肌に色がつきにくく塗りやすいし、長時間色持ちもするのでおすすめです。お次はルナソルのアイカラーレーション11番を塗っていきます。こちらは天才的に可愛い色が揃っていて使いやすい。まずは左上のゴールドを取ってアイホール全体に塗っていきます。肌なじみがいいゴールドなのでがっつり塗っちゃって OK です。からのオレンジをポンポンと取ってピンクをつけてから二重幅のところを塗っていくのですが、最初は真ん中あたりから目尻の方に向かって色をのせていきます。後半に目頭からも塗っていくようにします。
もしもうちょっと色が欲しいなと思ったら、色味を足してバランスを取りながら塗っていきます。そうしたらピンク色を取って目の下にも塗っていきます。このピンク色は浮くことなく肌なじみが良くて、とっても可愛らしい印象になります。そして茶色を取って目元を締めていきます。物足りない方はブラウン系のアイライナーを引くといいと思います。お次はキャンメイクのジュエリーシャドーベール06番を使っていきます。細かいラメとザクザクのラメが入っていて、まずはザクザクのラメを取って涙袋にのせていきます。これ本当に可愛い。のせた途端に発光します。ラメ好きにはおすすめ。ほんで細かいラメを指に取って目頭の方にポンポンポンってのせていきます。同じように細かいラメを指に取って黒目の上にものせていきます。お次はラブライナーカラーコレクション CC ピンクを使っていきます。目尻にちょっとだけ引いていきます。アイライナーはがっつり引くよりもちょっとだけ引く方がおしゃれ色っぽみたいな感じ。お次はオールデイロング&カールマスカラブラウンを使用していきます。こちらは液がどっぷりついてしまうので、余分な液をしっかり落としてから塗っていきます。下から上にちょい揺らしながら一本一本均等につくように頑張って塗っていきます。下まつげもささっと塗ったらいい感じかな。お次はポール&ジョーのパウダーブラッシュ01番を塗っていきます。こういう感じで2色入っているのですが、最近私は2色を混ぜて使っています。んでもうつやりたいところにどんどん塗っていきます。T ゾーンは必須ですね。鼻を高く見せるように錯覚させるように仕込んでいきます。目の下やチークを塗ったあたりも光で飛ばしていきます。私は凹凸があんまりないので、顎の方にもちょこんとハイライトをのせて立体感を出していきます。お次はメンソレータム薬用リップスティックを塗っていきます。そしてラスト、ロム&のジューシーラスティングティント06番を塗っていきます。ティントだけどパサつき感もあんまりないし、食べても飲んでも色が残ってくれているので、夏祭りとか浴衣メイクにおすすめです。あと普段は落ち着いた色のリップを使うことが多いけど、こういう特別な日には濃いめのリップに挑戦すると気分上がりますよね。うん、いい感じ。浴衣メイク一丁上がり、ハレハレチャンネル。さて続いては浴衣ヘアをやっていきます。一旦残したい触覚をピンで押さえておきます。トップの方をこのくらい量を取ってちびゴムで結んでいきます。こんな感じで結べましたら、半分に分けて上から下にくるりんぱしていきます。ちょっとやりにくいかもしれないんですけど、串を使ってきっちりやるよりもルーズな方が可愛いので、細かいことは気にせず進めていきます。こういう風に髪の毛をポコポコポコンって緩めていくとさらに可愛いです。次も簡単、サイドの毛をひねっていきます。ネジ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 して後ろでピンで留めておきます。ほんだらば反対の毛もネジネジしていきます。そしたらさっきネジネジしてピンで留めといたやつと今ネジネジした毛を出合わせてちびゴムで結んでいきます。こんな感じんで、下の半分余ってる毛もちびゴムで結んでいきます。そしたらばもう一回半分に割って下から上にくるりんぱをします。このままだと鳥の尻尾みたいにビヨーンってなっちゃうので、この出てきた毛を中に折りたたんでしまい込みます。ピン 2,3 本使ってしっかり留めてください。無事に留めましたら
前を向いて鏡を見ながら、ほぐし足りないところをほぐしてやってください。あとは仕上げでございます。好きな方向に触覚をくるくるんって巻いてもらいの、前髪も手でしっかり前髪を整えてから挟んで、斜め下の方にシュウィンと下ろしていきます。あとは微調整、整えて整えて完成。どうでしょう、めっちゃ簡単じゃないですかね。簡単ですよね。ではセットしていきたいと思います。浴衣の色に合わせて白っぽいイヤリングと白の花飾りをつけてみました。後ろも結び目のところにヘアアクセをつけて、簡単だけどちょっと小粋なおしゃれかわいい感じに仕上がったのではないでしょうか。皆さんもよかったら真似してみてください。それではまたね。素敵な夏を過ごしてね。最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。 Twitter や Instagram も覗いてみてね。それではまたね。